湯原慎と申します。まずは、新田次郎記念会の皆様並びに選考委員の先生方に、厚く御礼申し上げます。この度は誠にありがとうございました。僕はもともと地球科学の研究者をしておりまして、新田次郎先生の作品との出会いもちょうど僕が大学院を出まして研究者として独り立ちしたばかりの頃に遡ります。でその時僕は、西オーストラリアの果ての砂漠のようなところまで岩石を取りに行っておりまして、その時の僕たち の, 研究テーマっていうのが地球がその幼少期にですねその固体地球の内部をどういうふうにこう進化させてきたかっていうことを調べておりましたので、20億年前とか30億年前とかとにかく非常に古い岩石が必要で、そういった、アフリカとかカナダとかそういう場所に出かけていっていたわけです。で僕は専門は地球物理という分野でしたけれども、いわゆる地質学者といわれる人たちの中には本当に屈強なですねほとんど探検家のような人が一部混ざっておりまして、その時のチームにも仮に K 君と言いますけども、K 君という僕と同世代の地質屋さんが一人おりました。で彼はですね非常にそのちょっと驚くぐらい大量の岩石を担いで運ぶことができる人でして、僕が取ってきた岩石もどん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 と自分のザックに入れて担いでくれるんですね。でその一体何十キロあるかわからないザックをですね担い上げるときに毎回毎回こう合力伝となんか掛け声をかけて担い立ち上がるんですね。で僕たちはその度に大笑いして、で僕は名前だけしか知らなかったその合力伝という小説にも俄然興味が湧いてきまして、帰国するなり山岳ものを中心に似た作品を読み漁った、そんな記憶があります。で、そんなわけで僕の中で新田次郎先生のお名前は僕がある意味無邪気に研究生活を楽しんでいたもしかしたら一番幸せだった時代の記憶と、密接に結びついているわけです。でそんな僕も研究の道を離れましてデビューしてもうすぐ丸9年になります。で一貫して科学と研究者の世界を題材にして書き続けてきたわけですけども、なかなかこう人の目に留まることがなく、厳しい時期を過ごしてきました。で自分の力の足りなさを棚に上げて科学っていうものをこう真正面から、取り上げすぎているがために読者を遠ざけてるんじゃないかと、そんなことを悩み続けた9年間でもありました。ですがこうしてこの度賞をいただくことができて、気象研究者でもあった新田次郎先生が結局君にはこの道しかないんじゃないかと言ってくださっているような気が結構本気でしております。でこの月まで3キロという作品につきましては、担当編集者である新潮社の川上翔子さん、それから、デビュー以来ずっと見守ってくださっている中村睦美さんが、もしかしたら著者である僕以上にこの作品を愛してくださいました。で草野みどりさんの素晴らしい層が想定室の皆さんのおかげで本当に素晴らしい想定にも恵まれました。大げさでなくですね、どこへ行ってもまず小説の中身よりも先にいい表紙ですねと言われます。でそんなようなこの本を共に作ってくださった皆さんの愛情が、新潮社営業部宣伝部の皆さんの応援につながり、それが全国の書店さんの応援につながって読者の元に届いていくという、本当にそれを、その一連の過程をですね身にしみてありがたく感じることができた本当に幸せな半年間でした。最後になりましたけれども、僕に本を出す機会を与え続けてくださった出版各社の皆様に、この場を借りして改めて感謝申し上げて私からのご挨拶とさせていただきたいと思います。この度は本当にありがとうございました。